はい、ではチックタックのハウトゥーをやります。はい、ではチックタックのハウトゥーをやります。で、もらったのが前に多分ちょっと進めないっていう、こうなっちゃった、進めないっていう、こうなっちゃった、ことだったんだけど、まず進めない理由っていうのが、ちゃんと板のこうトラックのクイックイっていうのを使えてないのが一番でかい原因かなと思います。でプラス上半身と下半身の動きがこうで同時に動くとこう進みづらくて、板がこっちに行った時は上半身がこう逆に行った時はこう危ねこうこうで、ちょっとそこを一番最初意識しながら、最初クールクールをやると。こんな感じにねできます。でもう一個はこうこれで進まないってとこは、多分板をこう動かすだけの意識しかしてなくて、それよりもこっちに曲げるときはつま先を、つま先側の、グイルを起点にグイッ、こっちに動かすときはかかとをグイッグイッグイッという意識をしながらやると、ちゃうっていうかな。あとあんまりこう足元を見ない方がやりやすいかな。足元見ちゃうとあってバランス崩しづらいから、ある程度こうスタンスを作って、スタンスはこうノーズを上げられるスタンス、これができるスタンスで、これを機にこれをこっちの浮かせるっていうのを起点に、で足元を見ないかな。あとはそう言ってた、足元をこうあんま見ない、先進みたい方向を見て、やる。あとはなんだろうな、あとなんかあったな、チックタック。りょうチックタックしてみる。チックタック、ちょっとやってみてよ。
ちょ、もうちょっとさ、大げさに上半身振りながらやってよ。上半身を大げさに振りながら。うん。あー、オッケー、今見てわかった。あとコツが一つあって、膝を多分伸ばしきらない。ピッて伸ばすと量みたいに今こうバランス崩したりして腰が折れたりしちゃうから、膝はある程度ちょっとこう曲げた状態をキープしといた方が多分やりやすい。あとこれじゃない、こうグイングインって進むイメージ、グイグイグイ、このなんだろうね、サーフィンのアップスみたいな、クイクイみたいな感じのが超大事で、多分こうチックタック最初にやろうとする人は板を曲げることでこう精一杯、こうすると進まないから。よりも、グイッ、グイッ、漕ぐ感じ。ブランコみたいに漕ぐイメージしながら、やると、できんじゃないかな。うん。それぐらいかな。あとできなかったらなんかまた考えますぐらいしか思いつかない。じゃあそんな感じかな。